皆さんこんにちは、武田塾の武田です。船澤です。今回のテーマは数学苦手な人のための船澤先生数学共通テスト対策。船澤先生は過去の動画でね、共通テストの数学結構苦労したというような話をしてました、はい、一番ひどい時は何点ぐらいだったですか、共通テスト直前の時期で。大体共通テストの2週間とか3週間前の段階で1回その練習のパックやった時に、はいはい、11A が40点、はい、12B が30点みたいな取ったことがあって、その時本当に絶望しました。お、確かにね、東大志望でね、はい、足切りともあったりとか、東大受かる人はこのぐらい取ってるよみたいな点数もあったりとかで、はい、その点数びっくりしますね、はい、そんな中で最終取れたのが 1A と 2B それぞれ何点ですか、はい、1A が97点で、はい、2B が90点でした。すごっ3倍ぐらいになってる感じがしますけど、そんなこんなで数学苦手なんですよね、結論。苦手です。で、苦手な人のための共通テストどうしたら数学取れるのか、はい、その話を今日はちょっとぜひしてほしいなというふうに思ってます、はい、苦手な人の戦略とか何かありますか。できない問題絶対手を出さない。各大問で最後の方の問題ってあると思うんです、はい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 、結構まあ配点も高くて4点とかあってできたら欲しいっていう思うところかなと思うんですけど、もう私はあれだけは絶対に手を出さないって決めてて、もちろん解けそうだなって思ったらいいんですけど、問題見た瞬間に解き方の道筋が完璧に思い浮かぶっていうのじゃない限りは絶対解かないっていうのを私は決めてましたね。12月以降共通テストの数学って分かんなかった一旦飛ばすっていうのを癖づける期間が絶対いるなと思ってて、はい、船澤先生本番はね9割以上取れましたけど、8割なんとか取れたらいいなみたいなことを前話してくれてましたよね、はい、その8割を死守するとか、生徒さんによっては例えば7割目標で7割を死守したいとか、そういう子にとっては苦手なところとか分かんないところで時間を浪費するっていうのが一番最悪だと思うんですよ、はい、分かんなかったらどんどん飛ばしていく、でできるところをまず埋めていくっていうのが共通数学の鉄則かなというふうに思いますね。そうですね、うん、あとはもう一個絶対にしてほしいなっていうのは、はい、もうめちゃめちゃ計算を丁寧にするっていうのが大事かなと思ってて、共通テストで急がなきゃいけないというか、はい、時間がないみたいなイメージみんなあると思いますよ、はい、私も実際時間はなかったんですけど、はい、うん、でも共通テストって答えしかないじゃないですか、2次とかは記述だったら割と道筋というか、うん、それまでの解法とかを見て部分点がもらえるけど、はい、その答えしかないから、うん、私は絶対ちょっとでも不安があるな、うん、ここ大丈夫かなって思ったら絶対検算するとかいう風に絶対に数字を合わせにいくっていうのを心がけてましたね。数学苦手な人にとってせっかく解き方とか分かってるのに計算ミスで落とすが一番もったいないですもんね。そうですね。生徒の共通テストの数学やる問題集とかに書き込んでるのとか見ると、はい、みんなめっちゃ慌ててるんですよね、うん、で逆にその字読めるみたいな、その数字見間違えへんみたいな、急ぎすぎてるがゆえに汚くなっちゃってミスを起こしてるみたいな、うん、そういうことで結構あると思うんで、逆に丁寧にやろうっていうのはいいアドバイスかもしれないですね。そうですね。しかもこの共通テストでその答えを次に使ったりするじゃないですか、はい、そうですね、はい、1個間違えたら一気に10点とか、はい、こう消し飛んでいくんで、うん、本当に気をつけてほしいなって思いますね。そうですね、丁寧に正確にやっていきましょう、はいはい、あとは、はい、いかにその本番までに本番通りの解き方とか、はい、本番通りの振る舞いができるか、ちょっと深そうですね。そうですね、振る舞いって言ったのは、はい、その解き方とかだけじゃなくて、はい、解き方とか時間配分とかってよく言われると思うんですけど、マークするタイミングとか、うん、見直しをするタイミングとか、はい、そういうのを全部含めて、うん、本番そっくりそのままで練習しておくっていうのがめちゃめちゃ大事だなと思います、ね、これめっちゃ大事ですね、はい、これだから数学で怖いのはゆっくりやったら7割取れる実力をつけましたと、でそっから本番ガクンって下がって40点みたいなのが一番最悪じゃないですか、はい、まだちょっと実力を上げない子もいると思うんですけど、12月に絶対やんないといけないのは船澤先生が言ったように本番トレーニングですと、はい、実力通りの結果をちゃんと出すっていうことを意識しないといけませんと、はい、ってなった時に例えば学校でもらえる共通テストの予想問題集とか、市販で売ってる河合駿大 Z 会の共通テスト予想問題集とかで時間を測ってマークシートも用意して、計算用紙はなんか自分でノートとか使わない、その中に書き込む、そういう本番の形式で時間を測って実際やってみると、その練習を何回も何回も繰り返すのが大事なんだってことですね、はい、みんなが思わぬところで実はこういうところで時間かかってるよとか何かあります？マークシートとかですかね。そうですね、やっぱマークするタイミングとかを、はい、本番だと間違えたくないからとかやって、うんうん、1ページごとにやるつもりなのに、うん、練習の時は練習やって思ってるから、うんうん、別にミスっても答えが合ってればいいやみたいな、そういう気持ちになると思うんですけど、うん、それを試しながら自分はこのタイミングでマークするのがいいなとか、うんうん、最初チョンつけて、うん、後から綺麗に塗るのがいいなとか、それぞれあると思うんですけど、はいはいはい、これって決めたらずっとそれでやり続けるっていうのがめちゃめちゃ大事だなって思いますね。確かに間違いないと思います。あとはマークシート塗るのに慣れておいたらどんないいことあるかっていうと、例えば分数とかってこう3分の2って下から読むじゃないですか、うん、はい、でもマークは2と3って塗らないといけなかったりするじゃないですか。そうですね、はい、だから答え3分の2だ、3と2って塗っちゃうともうこれ全然間違いなんで、そういうマークシートを普段から塗る癖つけといた方が変なミスを起こさない
ないなっていうふうには思いますね、はい、あとは紙の使い方が自分は結構共通テストめっちゃ勝負分けるなと思ってて、受験生の2枚見開きのページとか見てみると、点数高い子ほど綺麗で、点数低い子ほどどこでどの計算してるのみたいになりがち。特に図形とか。船田先生どうでした、その辺の工夫とかは。私は結構なんか元々綺麗な方で、はい、めっちゃ意識ってほどなかったですけど、うんうん、でもやっぱりその途中の式で出た答えに丸をつけておいて、うんうん、次使う数字に丸をつけておくとか、うん、線を引いておくとか、はい、その問題の近くでなんとか収める、うん、大問一つ目の最初の問題、はい、右下とかでやるとわけわかんなくなっちゃうじゃないですか、はい、この問題はこの辺でやって、この問題はこの辺でやって、なるほど、みたいな風にはしてましたね。共通テストって後半の問題解くとき、うわこれなんか1回出したことある、これまた使うぞみたいな、どこやったっけみたいな感じでなくなっちゃうんですよ。だから船田先生みたいに問題の周辺でちゃんと分かるようにしておくとか、1回出した数字っていうのは丸をしておくとか、また使いそうだなっていうものにはチェックつけとくとか、そういう風にしてすぐ引き出せるようにしとかないと変なところで時間かかるよと。共通テストの数学苦手な子あるあるは、時間無制限でゆっくり解いたら意外と取れるみたいなことが多いんですよ。でも実際計算スペースが限られてる中だったりとか、時間制限ついた中だったりとかすると冷静さを失って全然解けない。その冷静さを失う理由は使った数字がバラバラなところにあるから、そことかはめっちゃ改善してほしいなというふうに思いますね。私が意識したのは、はい、答えとして空欄になってない数字もちゃんと解読っていうのが、うん、大事。特に確率とかだと、はい、逆の方とかを後から使うとかあるじゃないですか、はいはいはい、めっちゃあります、めっちゃあります。全体像が分かるようにしときたいですね。倍の数、確率も、二次関数とか微分積分とかも、図形とかも、全体をこう使って最後なんかこう足したり引いたりしてなんか求めたい数字出すとかっていう問題あったりするので、やっぱ数字のメモっていうのはめっちゃ大事ですね、はい、あと船田先生に聞きたいのは、図形とかグラフとかを丁寧に書くべきかどうかみたいな論争ってあると思うんですけど、はい、図形とかグラフはどうでした。図形とかグラフはまずあんまり書かなかったっていうのが、はい、お、そうなんですね。書かないといけないとか、書いた方が解きやすいなっていう時は、はい、特に二次関数のグラフとかだと、はいはい、めっちゃ丁寧に書く必要は全然ないと思うんですよ。そうですね、2分の1と2分の3はちゃんと3倍になってないといけないとか、そんなは全然気にしなくていいけど、うん、原点のこっち側を通るのか、うん、こっち側を通るのかとか、うん、どこで交わってるのかっていうのがしっかり分かるようにして、うん、でそこにちゃんと数字を書き込んでおくっていうのは意識してましたね、うんうんうん、熟成の共通テストのやつとか見てると、二次関数めっちゃちっちゃみたいな子とかいるんすよ、はい、でもちゃんと図形とかグラフとかはでっかく書いた方がいいなと思ってて、 でそこに全ての情報を集めていくみたいな、1個に全部の情報を集めていくみたいにやっていくと解きやすいし、ここの長さ分かってるからこの法則使えるじゃんとか、こういう風にしたらここの直線の方程式分かるじゃんとか、情報が与えられてるだけでも解き方って思いつきやすかったりするんで、それは絶対やってほしいなというふうに思いますね。時間配分とか見直しとか、なんかそこら辺どうしてました。時間配分は大体もうやっていく中で、うん、自分の中でここが20分で、こっち15分でみたいなのは決めておいて、はい、私割と見直しがすっごい嫌いなんですよ。めんどくさくて嫌いだから、はい、その時々、うん、これって決めた時にちゃんと見直しをして、うんうんうん、じゃあ最後5分見直ししようって思ってても、はい、最後5分になってこう問題解き終わってなかったら、うん、絶対問題解きたいってなると思うんですよ。そうですね、私はもうそれが分かってたから、うん、答え出した時に確実、うん、もうこれは見直しなくても大丈夫っていうところまでちゃんと確定させて時間いっぱいまで使うっていう風にしてました、うんうんうん、なるほどそれは大事ですね、はい、あとはその時間配分で、例えばじゃあ目安の時間とかを決めるわけじゃないですか、はい、練習の時もこう時計とかをチラチラ見ながら、はい、15分で解かないといけない大問がもう15分過ぎてるけどまだ前半しか終わってないみたいな、はい、そういう時とかはどうするんですか。キリがいいかどうかで結構決めてたかなと思って、これは絶対このままの流れで解いたら答えまで出せるっていう時はそのままちょっと続けて、はいはいはい、他のやつをちょっと圧迫してるなって思いながら続けてたんですけど、大体その小問で3つずつとかでこう組になってて、はい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 、キリが良くて、しかもこの問題の解き始めたとしても、うんうん、最後の問題とかは多分答え出せへんやろなみたいな、むずそうみたいなっていう風に思ったら一回諦めて時間配分通りに次のところをやって、で余ってたら戻ってくる、とりあえずどんどん先に進むみたいなイメージですね、はい、そういうね時間配分のトレーニングとかも12月しっかりしとかないと共通本番ね慣れないことしちゃうので大変なんで練習はしておいてください。あと勉強法の部分で苦手分野が見つかりましたと、数学 2BC のベクトルがめっちゃ弱いです。その苦手分野見つかった時勉強法としてなんかアクションは取ってました。私苦手な部分は、はい、共通テストでやるというよりかは、はい、フォーカスゴールドとか、はいはい、網羅系の参考書で練習をして、はいはいはい、ちゃんと基礎を叩き込んで、うん、そしたらそのやっぱ結構心がけてほしいなって思うのは、はいはい、苦手分野は絶対満点取らなくていいっていうのを思っておけば、大体その基礎をしっかり入れたら、うんうん、共通テストのやつも分野の中で7割とか8割
1割は取れるようになるんで、そういう感じでその基礎をやって、うんうん、もう一回やり直してこっちに戻っていくっていう風に私はしてました。いいですね、はい、というわけで共通テスト数学苦手な人に向けていろいろアドバイスをしてきました、はい、共通テスト数学苦手な人まだまだ間に合いますんでしっかり対策をして、あと本番ちゃんとうまくいくように本番のトレーニング、本番さながらにやるっていうところが今日の重要ポイントだったかなと思います。ぜひ頑張ってください。今回の動画以上です。ありがとうございました。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。